こんにちは、この花の寒月です。今日は普段着物の下に着る半襦袢の着方をご紹介したいと思います。着る前の、腰紐の使い方などの下準備のご説明もいたします。はい、そうしましたら、半襦袢を着る前にご用意していただきたいものを、ご説明いたします。まずは半襦袢ですね。そして半襟をつけておいてください。そして腰紐を2本ご用意しておいてください。はい、そうしましたら、半襦袢をですね、半襟をつけました。先ほどの腰紐2本の使い方を今からお話しいたします。腰紐1本をですね、背中の、襟がきれいに抜けるように腰紐1本を、手幅いっぱいのところに接中芯のとこですね、1本安全ピンで留めてください。このように腰紐をつけておきます。これ私のなんで塗ってしまってるんですけれども、安全ピンで、まずは留めておいてください。はい、そうしましたら次ですね、半襦袢を開いて腰紐をですね、半分に折ったものを切っていただいて、そして襟先ですね、それぞれ1本ずつ安全ピンで留めてください。次はですね、先ほど背中につけた腰紐をですね、半襦袢の身八つ口ですね、内側に通しておいてください。はい、中に入れておきます。次は着ていきますね。半襦袢を着ていただいて、ここで先ほどの背中の腰紐が重要になってきます。襟を抜きますね。抜いていただいて、襟の抜き具合をこの位置かなっていうふうに鏡を見ながら決めます。はい、そうしましたら前で先ほど、宮津口から中に通した腰紐を前で蝶々結びでいいです。ギュッとはされなくていいので結んでおきます。からげておきますね。はい、はい、そうすることによってこの襟元が綺麗に抜けるのと、胸合わせた時に動かないので襟元が崩れなくなります。そしてできるだけですね、この紐の位置が水平になるように、こういうふうに背中側から胸側まで水平の位置になるように結んでください。そうすると本当にここが固定されますので、水平になるっていうのを覚えておいてください。そうしましたら、あとは簡単です。襟の位置が決まりましたら、胸の位置合わせていただいて、この前につけた紐を、下前ですね。下前を二八口から出していただいて、出していただいて、で子供に浴衣を着せる要領と一緒ですね。はい、胸元の位置が決まりましたら、この脇から出した紐を背中側で交差して前に持ってきて、まあ、右側か左側かで楽な方に結んでください。はい、蝶々結びか刀縄でも大丈夫です。はい、結んでいただきましたら、これもからげておきます。はい、で形をシワをきれいに伸ばしますね。
そうしましたら、あとは襟元がずれないように、伊達締めをお持ちでしたら伊達締め、伊達紐をお持ちでしたら伊達紐で、広い面で押さえていただいて、後ろで交差して、今回伊達紐使ってます。紐を持ってきていただいて結びますね。蝶々結びでいいです。はい、これを結んで絡げますね。そしてこの広い面の中に入れておいてください。下側に入れましたが、上で結ばれる方は上で結んで上側から入れていただいても大丈夫です。それはもうどちらでも大丈夫です。はい、半襦袢はこちらで完成です。この着方で普段着物が簡単に着られるようになりますので、よろしかったら参考になさってみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。